毎日新聞社毎日新聞西部本社毎日新聞西部本社は九州本土と山口県沖縄県島根県岩見地区向きに毎日新聞を印刷発行する毎日新聞社の地域本社ここでは福岡市に置かれている福岡本部についても述べる毎日新聞福岡本部が入居する毎日福岡開館1922年11月1日 大阪毎日新聞が北九州市もじに西部総局を開設。大阪毎日新聞付録西部毎日の代号で印刷を始め、1935年から大阪毎日本市の現地印刷を開始した。発刊当初は九州、山口地方と日本統治下にあった朝鮮と満州、関東州を発行の対象としていた。1965年日本社を 小倉北区の毎日西部会館に移転して現在に至る。歴史的に朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の全国紙の西部本社が北九州市に拠点を構えたのは戦前は文字港が西部の中枢拠点であり大陸植民地への玄関であったこと、戦後は1970年代まで北九州市が西日本最大の都市であり、山林、山陽。 東九州、西九州への玄関であったことが挙げられる。この伝統を受け継ぎ、三大新聞は現在も九州、西中国を発行地域とし、北九州市を中心とした福岡県と山口県で発行部数の大部分を販売する。三大新聞が古くから存在したことで、北九州市には地元市がなく北九州市で、 シェア1位の毎日新聞が全国紙でありながら地元紙の役割も果たす。しかし近年は北九州市を中心とした九州、西中国の枠組みが崩れ、変わって九州地方における福岡市の中枢機能の高まりを受けて新聞社の福岡シフトが目立つようになった。朝日新聞西部本社は1996年に編集部を 福岡市の博多駅前に移転した。北九州市でシェア3位だった読売新聞西部本社は2004年に福岡市に本社を移転した。毎日新聞も福岡市の福岡総局を福岡本部と改めて福岡都市圏での販売促進を狙っている。後にスポーツ日本の九州における拠点が福岡市に移ったのに合わせて段階的に重要拠点が 福岡本部へ移りつつある。2017年4月から長年北九州市で行ってきた西部本社版の紙面制作が大阪本社に一部移転した。2019年4月から熊本県と宮崎県、鹿児島県の地域版を統合し、南九州地域総合版都市、テレビラジオ面も NHK を除く各県の放送局をハーフサイズにまとめるなどの再編を行った。 通常のページ立ては東京、大阪に比べると少なく、エリア内の朝日、読売、西日本、産経と比べてもまた少ない。テレビ欄はエリア内のつぼねが最終面、エリア外のつぼねが中面にある。中面には BS テレビ局、ラジオ局の番組も掲載されている。番組欄の構成は文字の大型化によってたびたび変更されており、ついに j ェを導入した2008年からは、福岡県内においては NHK 教育テレビジョンがメインから外された。これは、県域民放が5局あることによるもので、佐賀、山口以外の他県においては、エリア内のつぼねは、フル表示されている。なお、この状況は、読者からの苦情も多く、アナログ放送の完全終了に向けた見直しの一環として、 2009年に BS アナログ放送の番組表を一列に3曲収めるようにして改善され NHKE テレの番組表のフルサイズ掲載が復活された。アナログテレビジョン放送終了後の各地域ごとの事情は以下の通り。また、アナログ放送終了までのカウントダウン表示も行われていた。ただし、 BS デジタル放送についてはチャンネル像が予定されていることから2011年10月から見直されており他の本社版で最終面に掲載されている BS11 を含めた在京民放キー局 KBS も西部本社版では唯一中面での収録となっているまた有料放送では BS のワウワウプライムとスターチャンネル1を除いて収録されていない CS 放送の番組表は2012年9月までは TBS 系列の TBS チャンネル TBS ニュースバードと毎日放送系列のガオラの3曲が収録されていたが TBS チャンネルが1.2の2チャンネル体制に移行した2012年10月以後は紙面スペースの構成上ガオラのみの収録となり TBS 系3チャンネルを含めた他の CS チャンネルは収録されなくなった。毎日新聞西部本社は、北九州市発足に至る歴史と深く関わっている。第二次世界大戦後9号市で合併に向けてのニーズが出た1960年に、毎日新聞社は、テレビ放送を始めたばかりの RKB ともに、合併実現に向けての一大キャンペーン、北九州五市合併推進キャンペーンをはじめ、各方面の機運を盛り上げ、 3年後の実現に繋げていった。そしてこのキャンペーンが1962年度の日本新聞協会賞を受賞している。このような経緯もあり、北九州市が市政50周年のプレ事業を展開した2012年から市の記念事業に協力し、期間限定の特設サイトも設けた。ありがとうございます。